クロビオテックのお店をしようって思ったきっかけで教えていただいてもいいですか？きっかけですか？はい、もう自分やっぱりあの食の大切さを伝えたいと思ったのと、あとはあの、まあね、今保食の時代なのでいろんなチョイスする中で、あのこういう野菜料理、野菜だけの料理もあってもいいんじゃないかなっていうのを提案したかったのと、あとはそうですね、農家さんとかからの直接の自然の野菜っていうのを実際手に取って食べてもらいたかったっていうのが、こういうお料理、お家でもだいたいこういうお野菜中心の生活されて、野菜中心の、はい、